どうもこんにちは。今回はオールスター明け後半戦の再編された先発ローテーションについてご紹介していきます。このチャンネルでは日々タイガースの情報や面白い動画を投稿していきますのでチャンネル登録がまだの方はぜひお願いいたします。前半戦も終わりオールスターブレイクとなっていますが皆さんオールスターは見ていますか やはりホームランがたくさん飛び出す試合はかなり面白いですし、ワクワクしますね。現在は味方同士になっているセリーグスター選手たち。今週末からは敵に戻ります。タイガースは前半戦かなり苦しんだ印象がありますが、43勝42敗で4位、首位まで3.5ゲーム差と、まだまだ優勝争いの中にいます。 チーム打率はセリーグ最下位の2割2部5輪と苦しんでいますが、この順位にいるのは間違いなく投手陣のおかげです。ここからはそんな強力先発陣のローテーションをご紹介します。まずは金曜日からの中日3連戦。26日は村上投手が先発です。7月12日から2週連続で金曜日に先発していましたが、中6日でそのまま投げる見込みです。 村上投手は今シーズンここまで。15試合に登板、3勝7敗、防御率2.10。左率2割3分1厘、ウィップ1.03。という成績を残しています。良い防御率を残しているものの4つの負け越しと、なかなか勝ちに恵まれずかわいそうな部分はありますが、なんとか後半戦初戦も力強いピッチングを期待したいです。 村上投手は毎試合のように長いイニングを投げてくれ、フォアボールなどで試合が崩れる心配がありません。本当に安心して見ていられる投手の一人です。村上投手は、借金4になったので、後半戦巻き返していけるように、と意気込み。後半戦初戦、期待しています。27日が大竹投手です。 7月17日から中9日での登板となります。今シーズンここまでは、15試合に登板、6勝5敗、防御率2.72、被打率2割5分2輪、ウィップ1.11、という成績を残しています。昨シーズン12勝を挙げた大竹投手は今シーズンも安定しています。特に広島カープにはとても強く、今シーズンは3戦2勝、 防御率0.45で20イニングを投げ、自責点はわずかに1点と、まさにカープキラーです。今年に限らず、通算成績でも10戦8勝と圧倒的な数字を残しています。8月以降は週末に3度広島との対戦があるということで、大竹投手が土曜日に回ります。大竹投手らしい環球を使ったピッチングを期待しています。 28日が西行投手です。今年で34歳になる西投手は今シーズン絶好調で、ここまで素晴らしい活躍をしてくれています。今シーズンここまでは、14試合に登板、4勝3敗、防御率1.75、被打率2割3分6輪ウィップ1.08、という成績を残しています。 今シーズンの西投手は全ての数字が安定しており、14試合で11試合がクオリティスタートと、毎回本当によく試合を作ってくれています。村上投手同様、この防御率でまだ4勝かという感じはありますが、西投手は、自分の勝ちを求めてやっていない。チームが勝つためにやるだけ。と、かっこよすぎるコメントを残しています。 前半戦最終戦は見事6回2失点で勝ち投手、チームの勝利に貢献してくれました。チーム重いな西投手、丁寧なピッチングを期待しています。ここまでが後半戦中日との3連戦の先発ローテーションです。ここからは月曜日からの巨人との3連戦の先発ローテーションをご紹介します。巨人との対戦成績は6勝8敗と負け越しています。 現在首位にいるので、何としてでも勝ち越しといきたいところですが、巨人の先発がなかなか手強いものとなっています。30日が山崎より投手、31日がグリフィン投手、8月1日が戸郷投手と、本当にタイガースが苦手としている投手をぶつけてきます。今シーズン未だにこちらの3選手を1試合も負け投手にできていない、まさにタイガースキラーです。 この3選手に立ち向かっていくのが、まず30日が再起投手です。今シーズンの再起投手はもう誰もが認める最強ピッチャーです。今シーズンここまでは、16試合に登板、8勝3敗、防御率1.20、被打率1割9分5輪、ウィップ0.95、という成績を残しています。このような素晴らしい成績ですが、 6月16日以降ガチがついていないということで、そろそろガチをつけてあげたい。誰もがそう思っています。岡田監督も前半戦 MVP に佐伯投手を挙げ、勝ち星と防御率、いろんな面で一番頑張ったのは、やっぱり佐伯になると思いますね。とコメント。佐伯投手と山崎投手は7月16日にも対戦しており、勝ち投手が山崎投手、 負け投手が再起投手となっているので、必ずリベンジを果たして欲しいですね。31日は及川投手です。今回が先発3試合目となる及川投手ですが、今シーズンここまでは、5試合に登板、内先発は2試合、0勝1敗、防御率0.63、左率1割7分、ウィップ0.84、という成績を残しています。 今シーズン初先発となった5月24日巨人戦では5回途中1失点と抑えるも豆の影響で降板。2試合目の先発となった7月20日広島戦では6回無失点と素晴らしい投球を見せてくれました。本当に予想以上と言ったら失礼ですが、見ていて気持ちのいい打たれる気がしない内容でした。力のあるストレートとキレのあるスライダーで、 強力巨人打線を翻弄してほしいです。そして8月1日がビーズリー投手です。ビーズリー投手は2年目となる今シーズンも本当に頼もしく、先発としては欠かせない投手になりました。今シーズンここまでは、7試合に登板、4勝1敗、防御率1.49、被打率2割、ウィップ0.99、という成績を残しています。 まだ登板数は少ないものの、こちらも失礼ですが、こんなにも素晴らしい成績を残してくれるとは正直考えていませんでした。そして何より頼もしい材料が、対巨人戦では2戦二2勝ということです。2試合で12回を投げ、無失点。もちろん防御率は0.00。予試球も一つだけ、脱三振は15個でイニング数を上回る数を奪えています。 まさに巨人キラーと呼ぶのにふさわしい選手です。対右打者相手には左率0割9部8輪とほとんど打たれていないですが、左打者相手には左率2割7部となっているので、左打者をどのように抑えるかに注目です。そしてこの日、8月1日は甲子園100周年記念日と、様々なイベントが用意されるメモリアルデーとなっています。さらに、 昨年生まれた長男ウェスリー君の誕生日も8月1日。ダブルでおめでたい日ということで、ビーズリー投手も相当気合が入っていると思います。力強いピッチングを期待しています。こちらが後半戦の中日3連戦、巨人3連戦の先発ローテーションとなっています。混戦状態のセリーグから抜け出すためにも、とても大事になる後半戦のスタートです。 こちらの協力投手陣には前半戦同様素晴らしい活躍を期待しています。以上、後半戦からの再編された先発ローテーションをご紹介させていただきました。チャンネル登録、高評価をぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。